日本東京都墨田区東墨田東墨田は東京都墨田区の町名。現行行政地名は東墨田1丁目から東墨田3丁目。郵便番号は131-0042。墨田区の北東端に位置する。墨田区役所の北東方約 2.8km にある。北で荒川を挟んで対岸に葛飾区東四次、東で江戸川区平井。 南は立花、西は、矢広と隣接する。町域の北辺の荒川をもって、墨田区葛飾区堺、東辺の旧中川をもって、墨田区江戸川区堺とする。町域内は、中小工場が多く見られる。1909年から1937年にかけて、墨田区内に、土地区場があり、そこから発生する比較を扱う産業が発達した。 他の比較産業集積地に比べ、豚川の加工が盛んであり、東京都による1997年の統計では、日本全国の豚川加工事業所55件のうち34件が東京都内に所在し、東墨田地区はその中枢である。これに伴い、豚脂など動物性油脂を扱う業者も多く、これを原料とした石鹸産業も発展している。この地は、中世には、 木毛がと呼ばれ、江戸時代に入ると木下川と呼ばれるようになった。江戸時代には葛飾屋とも呼ばれ、将軍の狩り場であった。新編武蔵風土機構によると行政区分は、下木下川と上木下川に分かれ、下木下川には中川や中井堀に囲まれた低湿地に75個の農村があり、一万栗、太閤殿、二段殿、火災川、潮入り、 ゴ中高カの6つの小技があった。1889年5月1日、町村制の施行に伴い東村の一部となる。東村は1912年9月1日に調整施行して東町となる。1930年、旧来の大技を廃止し、東1から8丁目、西1から9丁目の17大技を設置。現在の東隅田にあたる区域は、 アズ町東6から8丁目となる。1932年10月1日、アズ町が東京市に編入され、向島区、アズマ町東6から8丁目となる。1947年3月15日、向島区が本塾と合併し、墨田区の一部となる。1800年に、千民頭の浅草断罪門について記した、断罪門書き上によると、 江戸時代には平死した牛馬の解体やけり、肝心等の芸能などの職に携わる者が暮らしていた。徳川後期の記録には、絹川の秘人等、九兵衛、手下七人とある。明治六年には、当時なめし業が集中していた浅草亀岡町や新谷町の部落が、周期問題で当地に移転。断座絵門や、日比の前身となる桜組の創設者である。 西村活動により近代比較産業が作られた。1881年には神田橋本町の否認系部落が火災により当地に移転、舐めし業が栄える。1892年、魚重火星城取締り規則による強制移転で木下川と三河島に比較業者が集められた。1925年、 関東大震災後の都市再整備のため、金川と三河島の比較業者を、すなわち、河西村、小松川町に移転する計画が立てられたが、木下川の比較業者は、東京性格業組合を結成し、陳情により移転計画は撤回された。東京性格業組合は1936年、高等比較工業組合に改められた。1942年、 企業性微礼に基づき、木下川に91件あった、比較工場の約半数が転廃業し、残った組合員は共同出資で、高等性格株式会社を設立した。高等性格は、陸軍、海軍向けの革靴や空軍向け防寒具などを製造したが、1945年3月の東京大空襲で消失した。戦後の高度経済成長期には、 合成比較と競争しつつ、紳士、婦人物や医療品、レジャー用品などに向けた豚川の生産を行っている。1970年に、ブラック解放同盟の支部が成立。1984年のデータで先世帯弱、2500人が住む。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。東住田の町域内に鉄道路線及び鉄道駅はない。以下に近隣の路線及び駅を紹介する。ありがとうございます。